カメラマンのケンです。うっす、イエーイ。まあ、作品上では翔太役をやらせていただいて、いる翔太役の立石健です。よろしくお願いします。じゃあどうぞ。稲本舞役の芦川ゆずです。お願いします。イエーイ、ゆずぽんです。ゆずぽんです。隅のあかり役の片田ひよりです。ひよりんです。ひよりんです。イエーイ。次メンズで行きましょうか。おかんなの？おかんです。かん秀吉です。よろしくお願いします。イエーイ。ニックネームは？ニックネームはヒデで、ヒデリーで。ヒデリー、ヒデリーで。イエーイ。ヒデリー、イエーイ。ヒデリーで、ヒデリー。続いての方どなた行きますか？はい、キムリーで。キムリー絶対違ったやん。あ、違ったっけ？違ったやん。あ、キムハサムっていう感じでやってました。キムリーです。改めましてキムリーです。改めましてキムリーです。あ、木村海輝です。イエーイ。あ、じゃあお願いします。はい、続いて。あ、どうも。コウスケ役の桜木雅也ことマッサです。マッサ、お願いします。イエーイ。続いての方。こんにちは。はい、トモヤ役の奥野太陽です。よろしくお願いします。お願いします。ニックネームは何ですか？ニックネームはもう太陽で。太陽。はい、イエーイ。はい、お待たせしました。姉さん、桃子役の村田ひろなです。お願いします。お願いします。イエーイ。あ、ニックネームは何ですか？ひろって言ってて、みんなひろちゃんって言ってくれます。ひろちゃん。ひろちゃんです。ありがとうございます。お願いします。お願いします。ここは撮影でよく使ってる通りなんですけど、これめっちゃ食べたくて。まんじゅうです。できまんじゅう、できたてなのか多分。できちぶんです。あ、はいはい、めっちゃミスするやん。ケンくん、ケンくんもらう。ケンくん、あ、それ、ベニ。それは何ですか？チョコです。チョコレートまんじゅう。イエーイ。イエーイ。イエーイ。栗まんじゅうです。栗まんじゅうです。栗まんじゅう。結構おしゃれだね。店長さんのおすすめのものです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。皆様、ここが東海館ですね。あ、これ東海館です。 あれ、すごい。あそこに書いてる。伊東温泉観光文化施設 東海館でございます。指定文化財。これを眺めながら。そうですね。はい、そして、あの、ちゃっかりは、ちゃっかりとか言っちゃうんですけど、竹がめっちゃしゃれてます。先輩。あ、すごい。竹がいい。ここはあれだよね、多分夜ライトアップされて。そうだよね。綺麗なんですよ。じゃあ食べましょう、この辺で。邪魔ならない程度に端避けて。映えます、映えます。先ほどいただいた、いただいたじゃない、買ったまんじゅう、はい、皆さん食べましょう。いただきます。いただきます。食べます。食べます。どうですか？あ、これ動画？写真かと思った。見て、すごい。うわ、かわいいっすね。チャーミーな和菓子。え、和菓子食ったことある？ない。ある。おいしい。はい、マッサー初和菓子。おーい、食レポしてください。初和菓子ってチョコレートまんじゅうか。はい、チョコレートまんじゅういただきます。行きましょう。え、これって外しちゃっていいんですか？チョコの生地外していい。はい、一人ずつでいいんじゃない？じゃあマッサーが。はい、チョコレートうまいですよ。俺いきます。待って。何が出る。おい、待ってるぞ。めっちゃめっちゃうまいっすね、これ。そしてなんかこうチョコレートの味と、これ中に入ってるチョコレートだ。あ、違います。あの、外側が、あ、ちょっとなんか中側が餅になってて、あの、外側がチョコなんですけど、まあなんかクッキーみたいな。
クッキーのちょっと柔らかい版みたいで、なんか食感も良くて味も美味しい、でもこれ完璧かなみたいな。あなるほど、あの僕らじゃなくてカメラに話しかけてくれそうそう栗まんじゅういただきます。舐めてんの。お上品。うん、本当だ、美味しいです。なんか外はカリカリしてて、中はなんか結構お餅でしっとりしてる感じですね。めっちゃ美味しいです。じゃあどうぞ、カイク。いや、あ、2人ですか。いや、俺きつい。いや、いいね。ありがとう。どうするの。2人で食べよう。2人で食べよう。はい。はい。こちら、紅桜。じゃあ、何だっけ、紅バラ。紅バラ。紅バラ。いただきまーす。いただきます。上のかかってるの何、何これ。チョコかな。チョコかも。かも。ふざけ物やります。風景が壊れる。めちゃめちゃいい風景が壊れる。あ、中になんか入ってる。中になんか入ってる。クリかこれ。紅バラだっけ。栗、栗だ。じゃあめっちゃ美味しい。チョコの中に。美味しい。美味しい。ハサム。普通にうまいっすよ。あの栗の食感残ってるマジうまいやつです。でもマジで上品な甘さだよね。紅葉いいよ。いい街だな。栗まんじゅういただきます。いただきます。いただきます。いただいてください。いただきました。うまっ。おいしい。下がサクサクしてる。パリパリ。うまかった。おいしい。まんじゅうなのに下がサクサクしてて、ね、おいしい。ね、うまい。風景最高だよ。綺麗。本当綺麗。次行きますか。行きましょう。テンション上がりすぎ。女の子全然食うてないよ。ちょっとテンション上がりすぎでしょ。一歩で渡れるんじゃないか。いや、知ってる。青になったらみんなで渡れる。来ました、渡りましょう。さあ渡りましょう。難しいぞこれは。7歩で行けます。いや、ちょっと待って。いや、俺はと、ケンク僕取るよ、僕取るよ、ケンク僕取るよ。こんななってる。肩で走ってた。足を切ってないから。ここの東海館は何年に作られたでしょうか。そうか、ま、代表してマッサが答えます。皆さんで考えてください。マッサが答えます。よいしょ。3、2、1。1964。お、正解は、ブブ。はい、誰が次いますか。自信がある方。はい。はい。ひでりんくん。どうぞ。1547年。違います。違います。めっちゃ難くないよね。じゃあ三択いきます。はいはいはい。一つ目、1932年。あ、それや。2つ目、1928年。あ、それや。3本目、1972年。あ、違う違う、それ違う。3だ。いや、1でしょ。1っすね。1っす。ひでよし、もう一回言っとけ。いきますね。1番がいい人、いい人。1番だと思う人。1番、はい。あ、取れちゃう。いいじゃん。あ、OK、OK、OK。もう一回行きましょう。はい、1番だと思う人。ごめん、1番がな、あれ。は
え、2番だと思う人。あ、めっちゃ何ですか。2番、せ、せ38ぐらい。1番が1932年、 2番が1928年。あれ、待って待って、忘れた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 。3番が1976年です。いや、俺1938年って見たんだけど。いや、28年って書いてあったよ。マジっすか。書いてあった。何か今のこのね、あれ、ヒヨリンの反応。あれ、なんでもないですよ、今のは。一番だと思う人。はい、いや、32。正解は2番です。2番です。皆さんも当たりましたか。これから宇佐美駅に行きたいと思います。せーの、おいしょ。着きました。着きました。良かった。電車も良かった。行きました。ここには何があるのかな。みんなお疲れなのでカフェに行きます。やったー、アイスクリーム。海が見えます。じゃあ海行きますか。見えないの。見えるよ、そっち。ごめんなさい。本当だ。ごめんなさい。じゃあ海目指しついでにここ通って。なんか耳痛い。急いだからか。え、みんな写真撮って。え、このハッピー。え、ハッピー。チルドレン。ハッピー。じゃあ、TikTok 撮りますか、これでも。撮りましょう。一発撮りましょう。で、まぁ、ちょっと、ちょっと揺れて。あ、揺れてるやん。で、最後も覚えてる。で、もうジャンプ。あ、OK、OK。イチゴのタルトで、ちょっとお高いですけど、そういう時にしか食べない。1、2、3、4、5、6、7、8。オッケー。すごいな、めっちゃスイーツ。美味しそう。開けます。開けましょう。楽しみ？楽しみです。楽しみです。ワクワクドキドキ。ちょっと半分切れた。ワクワクドキドキ。ワクワクドキドキ。ユズフォンが壊れかけてる。同じ。同じ。冷たい。いきます。オープン。じゃーん。そう。うわー。うまそう。いちごのケーキ買った人ナイスだね。イエーイ。思ったよりすっきりしてるね。飲むよ。栗めっちゃ甘い、甘いからなんかくどいかと思ったらめっちゃすっきりしてる。美味しいね。美味しい。美味しいです。マジ。食べる場所がなくてみんなで公園でピクニックしてます。いただきます。次の上のチョコ。マジ1本くらい甘いんだけど。グラニュー糖切ってるみたいな。え、超怖い。あれだ。いただきます。そう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 、うん、いいや、これどうやって取れるんですか。めっちゃ
あのザ・モンブランです。なんかくどくもないし、あのこの辺からなんかさっぱりいけるから食べやすい。あ、入ってるんですか。え、普通にスープですか。いただきます。ハンさん来たら吸い出して。うん、美味しいです。ピスタチオがこうプンっていく。美味しいです。え、じゃあいただきます。なんか食べ方があるらしくて。ごちそうさまでした。いただきます。大逆の。え、じゃあいただきます。ピスタチオしか食ってない。スプーンでこうやって食べるんだよ。食べて早く。うまそう。マジで。お前さ、いちご単体じゃねえか。タルト食うんで。え、じゃあ、え、なんか。ははは。うわ。おい。マジでうまいっす。あれだ。おいしい。おいしい。シーユズポン。中に入ってる黒い丸いの何？栗です。栗？どうですか？めっちゃ美味しかったです。あと10分ぐらいで行きます。食べた後でもじゃないです。スイートポテトいただきます。うめっちゃうまそう。やばいやばい。どんなの？めっちゃうまい。匂いがすごい。何それ。上なんて何だろう。なんか普通のスイートポテトとちょっとあれが違うね。形が違うけど、マフィンみたいなね。じゃあいただいちゃいましょうか。危ない。いただきます。はい。バリうまいっす。バリうまい。もう味はもうめっちゃうまい。はい、はい、終わりました。お疲れ様でした。皆さんどうでしたか。どうでしたか。どうでしたかね。どうでしたか。伊藤のこと、ね、大学どうでしたか。楽しかった。ちょっと今の音で大丈夫。いや、でもめちゃめちゃ美味しかった、うんね、美味しかったね。一、ね、人ずつ感想は。一人ずつ行く。一人ずつ。でもやっぱケン君、はい、代表者お願いします。まとめちゃいましょう。まとめちゃいますか。はい、まとめちゃいますか。一人ずつ行かなくて。まとめ大丈夫です。まとめちゃってください。はい、まあ、今回は伊藤氏と宇佐美に来ましたが、まあ、やっぱり劇中に出てくる場所、東海館、素晴らしいなと思いました。でまた、宇佐美の海水浴場、宇佐美ビーチ、めちゃめちゃ綺麗でした。マスターが水に落ちてました。まあどうでしたか。僕っすか。はい、そうですね。もう、まあ、でもこれ実は、まあ、実はもうこれあのいじめられたんですよ。やれやれって、なんか遠いよみたいな。あ、とりあえず仲良くなれたねってことですよね。そうですね。で、伊藤氏、宇佐美、伊藤氏と宇佐美、素晴らしいとこでした。ありがとうございました。皆さん来てください。来てください。ぜひ。